どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございます。スパゲッティをまた食うということで、スパゲッティです。早茹でのスパゲッティですね。1、2、3、4、5人前入って1人前この前いただいたんで、残り4人前ということで順次いただいていくわけですが、今日は何やるかっていうとですね、半額の辛子明太子が手に入りましたので、これを使ってですね、明太子スパゲッティを作るということでやっていきます。だから、こんな感じかな。これが早茹でのスパゲッティがあって、で、こんな感じの、こんな感じです。サムネイルはこれで決まり、激辛激辛みたいな感じでやっていきます。で、どうやるかというとですね、まずですね、もう、これです。インスタントラーメンを作るこの電子レンジ調理器、100円ショップで買ったやつです。これを使うんですが、まずここにですね、明太子を入れるんですが、ちょっと明太子の袋がですね、微妙に膨らんでおりましてですね、ちょっと怖いんで、開けるときは慎重に開けないと。これずいぶん経ってんだよね。今日4月22日なんですよ。4月22日なんですけど、賞味期限が4月1日までなんですね。エイプリルフールのですね、賞味期限までなんで、若干怖いんで慎重に行きます。2週間以上空いてるやつはちょっと慎重でございます。行くよ。音しましたね。で、開いたら匂いを嗅ぎます。あ、大丈夫ですね。匂いで大体わかりますね。世の中の、物事のですね、危険性っていうのは大体、匂いでわかります。危険な人には近づかない。これがね、危険な人と危険な食品には近寄らないというのが、で、こんな感じでございます。こんな感じで1個で、2個で、こう3つでございます。で、これをですね、どうするかって、ここでボシボシこう潰していくんですよ。こうやって、こうやって潰してですね、粉々にしていくのがコツなんですけれども、その前にですね、麺を茹でなきゃいけない。パスタをそもそも茹でないとダメだろうってことなんで、茹でます。で、茹でていきたいと思いますので、あれ？あ、で、この中にお湯入れます。ちょっと待ってね、お湯入れるからね。お湯を入れる。まずお湯をここにジャ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 ーンっていっぱい入れます。お湯は蹴散らないのがコツでございますね。で、お湯は蹴散らないのがコツでございます。で、まあここにいっぱいお湯を入れて、ほいほい入れて、お湯入れます。お湯入れる。お湯入れちゃったら、お湯を入れちゃう。おう、ゆうゆうと。で、これをですね、ただただ、ほら、あ、うまい、明太子なの。あ、でも、辛いな。結構辛い。で、こうやってですね、よく潰します。ご覧いただけます。こんな感じです。こんな感じ。こんな感じで。あ、こうやると分かるんです。こんな感じでですね、こうやってですね、よく潰します。明太子をよく潰してかき混ぜるんですね。でも表面の皮が実はね、いらないんだよね、これね。明太スパンの時はね、いらないんだけど、めんどくさいんでこのままやりますね。うん、よーくこうかき混ぜてですね、ともかく、かき混ぜることをですね、怠ってはいけないのですね。これが明太スパンの鉄則でございますね。できるだけ、元気よく炒めろ。で、こうやって、で、こうやってですね、ともかくよーく練る。うん、これがコツですね。うん、よく潰して、要するにですね、皮から外へ押し出すような感じです。だ、こうやったら、この皮の上からこう押し出していくんですね。で、皮から押し出していくことによって、要するに、馴染むわけですよ。スパゲッティと明太子が。だからこうやってギュッ、だからこういう、明太子の、この袋あるじゃないですか。袋。明太子の袋をギュッと押し潰す。ギュッと押しつぶすわけですよ。この明太子の袋をギュッと押しつぶすことによって、中身がプニュプニュッとはみ出すわけでございますね。わかりますか？つまり明太子の袋を押し出すことによって、中身がプニュプニュッとはみ出すわけでございますね。まあ、そんな感じでこう、やっていくわけでございます。こんな感じでやっていくってことですね。そして、まあひたすらですね、まあこんなもんでいいか、めんどくせえな、だんだんな。で、こんな感じになってくるわけですね。で、まあいっぱい中身がはみ出しました。そんな感じになってくるわけでございますね。そしたらどうするかっていうとですね、どうしようかな。中にあるこの袋は実は邪魔なんだよね。このね、この袋をですね、こうよーくこうキュッて、こうキュッて
こうキュッてやるやつ、こうやって中身をこうしっかり出た後のこの袋茶、袋茶普通の人は捨てるんですけど、俺はどうやるかっていうと、あ、軽いな、やっぱこれあのしゃぶしゃぶにして食べますとか、こうやってここにこうつけてしゃぶしゃぶにしてうん、感想を言おうと思ったけど思いつきませんでした。何も、すいません、何の感想も思いつかなかった、すいませんね。でですね、スパゲッティですね、スパゲッティを一人前1本をここに入れます。うん、ここに麺を入れて、でまあ茹でていくということですね。茹でていけばいいのですね。で明太子はよーくこうこねて、こんな風にしておくわけですね。そしたらこれは早茹で2分ということなんで、2分間茹でればいいのであります。うん、だから2分間茹でるっていうのは2分どうやって数えようかって、この電子レンジであえて2分やって回すとか、そういううん、バカなことやってみようか。こうやってさ、こうやるとこれ今電子レンジコンセント抜いてるんですよね。でここに2分があるじゃないですか。それでこれをほっとくと多分これが自動的にこっちグングングンといくので、それでまあ2分が分かるというやり方もあるんですが、うんね、これなかなか頭いいでしょって言うけど、時計を見ればそれでいいのであります。時計見りゃいいんだよ、時計見りゃ。よしよし、くだらねえことやってんな俺もな。なんかね、この尺を稼がないとね、うん、尺を稼いでこその YouTuber でございますから。あの明太スパゲッティってすごいよな。しかしな、この皮だから、この正面にあるこの皮が食感を悪くするんだよね。こうやってこうやって中身を、あ、なんか飛び散っちゃって、うん、こうで、これを皮このまま食おうか。軽いな、やっぱね。うん、いや激辛っていうほどでもないけどね。うん、だこういう皮、これも皮ですよね。この皮がね、やっぱね、食感を邪魔するので、皮はですね、極力うん排除するわけですね。で排除するってどういうことかっていうと、別に食うということなの。あ、カレーしょっぺーな、これなんかしょっぺーな、これちょっと、うん、ちょっと明太子の量多すぎ、あっちゃあっちゃ、これ茹だってきたかな、うん、茹だってきたかな、うん、もうちょいだな、もうちょいだな、うん、うん、もうちょいか、もうちょいか。でこっちは皮は大体大方排除しましたね。だからこの中にあるのは今明太子のこうつぶつぶだけ、こんな感じでつぶつぶだけでございます。でこれをつぶつぶだけになったやつをまずで、麺が大体もう茹だってきたので、これ早いんだよ茹でるの。だから電源を切って、でこれをですねこっちに移していきます。こうやって全部これをこっちにこう全部移してくるわけですね。よいしょ、よいしょっと。で全部茹でてこっちに行ったところでどうするかって言ったら、当然混ぜます気合を入れて混ぜます。で混ぜるときにこの要するにこの明太子ですね、この明太子、真っ赤な明太子がこうできるだけですねこう均一にいくように混ぜるわけでございますね。混ぜる混ぜる、こうやって混ぜるわけでございますね。混ぜると、よいしょっと、うん、よし。でこれがかっこよく混ざるとですね、なんか、うん、なんかプロの料理人っぽくて、カレーな、やっぱな、いいわけですが、まあそういったことは僕には望めないのでありますね。なぜなら僕はプロの料理人ではないからって、そんなのは一目瞭然でございますね。こんな雑な料理をするプロの料理人がいたらですね、死ねそういう感じでございますね。死ねって感じです。でこんな感じにして、まあ和えまくったわけです。かなり明太子の量多いな、普通のに比べると。でこう和えまくって、これでまあ完成でよろしいのかなと思うんで、ちょっといただいてみましょうか。うん、じゃあいただきま、うんうんうん、明太子ですね明太子の味ですね。ほんと明太子の味がそのまましてるだけで、うん、だから何って感じですが、ただねこの余熱で
この余熱でですね、ちょっとこう温まった感じが、うん、うん、うまいな、うん、いや、ドリンクが強いな、ドリンクが、ドリンクがやっぱ必要なんで、コーラ、うん、あ、うめ、うえ、ね、うまいな、うん、まあ賞味期限ね、1ヶ月や2ヶ月過ぎたところで、うん、大丈夫ですね、明太子はね、うん、うん、やっぱりもともと、うん、塩がいっぱい入ってるから、うん、長期保存には強いのかもしれないですね、うん。うん、うまい、うん、いや、もう一個あるんだけど、どうしよう、これ何使おうか、うん、何使おうか、うん、カレーに乗せて食うとかねえよな、明太子なんか使えるから、これもう一個、うん、うん、これも賞味期限4月1日なんだよね、うん、ちょっと明太子の量ちょっと多すぎる感じはあるね、うん、もうちょい自粛してもよかったな、うん、うん、うん、ちょっと汚さないかもしれない、うん、うん、うまいね、うまい、うん、でもこの明太子スパゲッティって考えたやつ偉いよね、うん、俺最初さ、どこであれしたか知んないけどさ、メニュー見た時なんだと思ったもん、明太子スパとか言ってさ、うん、何ですかと思ったら、なんか、いや、美味しいんだよ、美味しいんだよとか言ってさ、いや、結構注文してる人もいたけどね、うん、俺はその時は勇気がなくて普通のナポリタンを頼みました。うん、うん、まあナポリオン、とりあえずナポリタンとミートソース食ってりゃ安全だろみたいなね、そんな、うん、平凡な男でございます。平凡な男でございます。うん、でもこのパスタうまいな、この日清製粉のママスパゲッティってやつだからね、これすぐ至るしうまいしいいな、うん、うん、これいいな、ちなみにここにチャック付きなんで、ここにチャックが付いてるんでグッドです。非常に便利でございますが、一応僕ででもね、僕は用心深い男なんで、このスパゲッティはね、冷蔵庫に保管してるんですよ。用心深いから。でもこれは冷蔵庫に入れ忘れてました。うん。冷蔵庫に入れ忘れてて大丈夫かなと思ったけど、大丈夫でしたね。うん、大丈夫でした。うん。案ずるより食うが安し、みたいな感じで。うん、こんな感じでね、うん、なんかいっぱいこう明太子の粉々がね、うん、ここに残っちゃってもなんかもったいねえなっていう気もしますが、こうやって舐めちゃうか。あ、食った、うん、美味しかった、うん、というわけで明太子スパゲッティを食べるという動画でございました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。